でした。あ、親方様、腰あれに引っかかっちゃった。あ、おおおお、いや虫が多いね、猿虫が多いね、はい、本当にね。まあ、というわけでな、もう一度お呼びしようか。おわり一宮武将隊のみなみな、もう一度出てこれるかね。大丈夫かね。もうバレるか。もう風豊殿、あれお姉ちゃん前でした。いやいや、せっかくだから、せっかくだからね。はい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 、じゃあまあちょっとあの並んでいただいて、あ、わしら挟みたいんだ、わしら挟みます。よろしいか。いや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 、というわけで今日はまあはるばるお越しいただき誠に恐悦至極。はいはい、なんか化けが切っとるぞ。わしか、わしか、あ、うん、迷い、大丈夫か、うん、はい、というわけでね、まあ今日な、午前中にあのスタンプラクイズラリーっていうのやっとったんだけどね、はい、まあ、そのわしの問題が、はい、このわしと今日来とるあの道山殿とね、最初に会見した寺は今の何市にあるかっていう話をねクイズにしとったんだけどね、結構まあ難しいらしくね、まあみんなあの悪戦苦闘しとったけれどもね、はい、まあそれがね、実はね、一宮にあるんじゃな、一宮にございまするぞ。道山殿と信長殿初めて会見した場所が一宮市の、旧美祭の近くなんですけれどもね、はいはい、聖徳寺という、お寺で会見したということがあの新潮後期に載っております。なるほどね、ありがとうさん、はい、まあそういうわけでね、そういうあの関わり合いのあること、ちょっとね、だから今日の応援武将隊が何かっていうのをねヒントにしてね、はい、まあそういうのクイズをしとったわけだけれどもね、はい、まあ本当にな、一宮ここからなかなか近くにあるからね、はい、まあぜひともまたあの気軽に来てほしいもんだけれども、みなみなはこの先どこか出陣情報なんかはあるのかね。この先はあの来月に、地元のあのローカルバスを使った史跡巡りのニコニコバスツアーというのがございまして、6月の23日でござるな。そこに、我々出陣いたします。なるほど、6月23日のニコニコバスツアーというので史跡巡りをされるということで、はい、そうじゃな、はいはいはい、我々があの解説して回るんじゃが、あ、なるほどなるほど、直々にね、なるほど、じゃあまあみんなもな、時間許す限りな、ぜひぜひ、はい、援軍に駆けつけてちょうよっちゅうことで、暑いけど大丈夫か。大丈夫かな、すまんの話がどうなっての大丈夫か、はい、ではもう一度、はい、状態に大きな拍手を、拍手が、ありがとうございました。はい、ありがとうさんが、正しくない、はい、ということで、おわり、はい、一宮武将隊の皆さんでした、はい、ありがとうございます。まあ、その後もね、最後までぜひともごゆるりとお過ごしくださいね、はい、というわけで、まあ一つ終わったけれどもね、まだ残すとこあと二つあるな、はい、ございますね。あ、じゃあ次、せっかくだから、あ、犬千代、喋れる、あ、はい、あ、あ、あ、開いた、開いた、開いた、はい、せっかくだから次じゃ紹介して活躍してちょうだい。そうでございます、はい、もうちょっと歌詞について触れたかったんですけど、あ、触れたかったな、はい、言うてお主入っとるから喋りかけてくれたらええのに。いや、なんか前だけとしては珍しいですね、歌詞が。あ、そうだね、はい、そうだね、はい、そうなんです、歌詞がおったんだって。まあみんなあのあまりピンとこんかったかもしれんけどね、はい、ちょっと説明してました、まあ、じゃあよかったら後で一緒に写真撮ったらいいよ。あ、ね、はい、そうでございます。まあ暑いでね、どんどん進めていこうか、はい、はいはい暑いのの巻きですか。そうだ、まあそうだな、そうだ、客人が倒れても大事大事、はい、はい、じゃあ、はい、早速次に参りたいと思います。はい、次は天国キッズダンスユニットの忍びのお二人でございまする。大きな拍手でお迎えください。
Oh.
戦国戦乱のよう、それに見かねたお釈迦様、古戦とサラマとミラカボール勝手に入れ替えて、ありがとうございます。なんとじゃんけん大会を